はい、えー、今日はライフキャリアコーチの、えー、きのこさんこと山口由か子さんにお越しいただきましたきのこさん今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい、えー、私今日ですねめちゃくちゃ楽しみにしてきたんですが <laughs> 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 はい,い早速なんですがきのこさんの,えの夢ビジョンについてお聞きあのお願いますかはいえっ、ー、と私はその人や組織の、はい 入ってる可能性とか、はい、ま価値っていうのを発揮していくうん、うん、ま支援をき続けていきたいなっていうのがはい、まあ夢っていうか、まあ、自分の中でこうずっと願ってるビジョンみたいなものとして持っていますうん,うーんなるほど人や組織の可能性をどんどん発揮させていくことをしていきたいんですねはいそれがあのしていくことによってなんかどう個人がどうなっていくっていうようなイメージなんですかねそういう人や組織 そうですね、人に関しては昔からいろんな方にお会いする中で、はい、すごくあのその人にしかないものを持っているのに、はい、なんか自分なんて、はい、なんかダメだとか何もないとか,、はい、なんかそうやってこうおっしゃっている方。 見、うん、た時にすごくもったいないなというか、まあ、すごくその人にしかないものを持ってるのにって思ってることがよくあったので、まあ、そういった方が本来持ってる自分のものを発揮をして、はい、でもっとなんか充実感がある毎日を送れるとか、はい、楽しく人生を歩めるとか何、うん、かそういった風に変わっていったらいいなって思いますし、はい、組織っていうところでいうと、はい、まあ大きく日本全体っていう感じで見てるんですけど はい、今私はその海外駐在でベトナムに住んでいて、はい、だからこそ見える日本の良さとかってまあすごくあの今感じているところでそういった中で日本ってなんかこうワコンって言われたりとか、うん、なんかもうなんか何かんですかね、まあ、賃金も上がらないし、うん、なんでしょう 物価も上がるし、みたいなところで、すごくこう、世の中的に落ち,落ち込んでる感じに私には見えるんですけど、まあ、もっともっとそれって世界に対,対して発信していけるところってあるよなっていうのは思っているので、うん、まあそういったところで日本全体がもっと元気とか、日本人であること、うん、日本で住んでること自体を誇らしく思えるようになっていくこと自体に、うん、なんか自分が少しでも携われたらいいなっていう気持ちでいます。うんなるほど。 いやめちゃくちゃいいですね、本当に一人一人が可能性を発揮していくことで、人の人生も変わっていくし、まあ、組織も国も変わっていくんだなというイメージがきますね。はいはい、ありがとうございます、えー、じゃあ、そんなきのこさんが、ですねそんな夢やビジョンを叶えていくために、あの考えられている目標計画みたいなものはあり,ありますか そうですね、えっと、まずその人の支援みたいなところで言うと、はい、今私はライフキャリアコーチって形で、形、ま、で、あ、人生とか、はい、まあキャリア、まあ、お仕事など、まあ、それ以外の人生全体も含めてのご支援をしているんですけれども、はい、まあその中でのコーチングっていうものを数年前に勉強してで、はい、今キャリアコンサルティングっていうのを今試験受けてる最中なんですけど、はい、まあそっちも勉強してっていうところでどっちも支援う支援 人の支援っていうところを勉強してきて実践もしてきたんですけど、うん、これをどうやったらこう融合できるかなみたいなところはこれから模索していきたいなっていうところがあるので、まあ、そのコーチングとキャリアコンサルティングをまあ融合した支援策みたいなものをまあ自分オリジナルとして作っていくっていうのが自分の中の1つの目標としてありますっていうところと、まあ、もう1つ、うん、1> えっとの方向性としてはコーチング、うん、キャリアコンサルティングそれとはいえ別々なものだったりしますし、うん、まそれぞれになんかこう こうあったらいいよねっていう理想の、うんまあ、方とか、なんか、うん、こんな、なんですかね、えっと、技能が必要だよみたいなところがあるので、うんまあ、そこは個々で高めていきつつ、うんあの、自分自身のスキルアップっていうところも努めていきたいなって思ってるのが人の支援の方で、でもう一つの方は、そのまあ、地方とか日本の,あの魅力を発信していくってところは、正直、うんうん 今まで携わってきたことがないので、はい、全くか何からや,のやったらいいのか全然分かんないっていう感じではあるんですけど、まずはその、海外に発信していく上で、やっぱり英語っていうのってすごく武器になると思ってるので、はい、まず英語力っていう形でビジネス英語が話せるように、はい、お仕事で使えるようになるまでっていうところを、まず目標として掲げているのが一つと、はい、本当に何からやってるか分かんないので、そういうそのことをやってる。 はいまあ、団体とか、あのー、企業とかのなんかこう、関わりを持つというか、そこでまずはどういうことが自分はできるのかっていうのを触れていくっていうのは、はい、まあ自分の中で企画しているところですうんやりたいことがいっぱいありますね。<laughs> <laughs> <laughs> そうですね、ちょっとあやり,がいありすぎて大丈夫かなと思ってるんですけど。<laughs> いや、すごいなんか、どんどん内から湧いてくる、もうあれもやってみたい、っ <laughs> もやってみたいっていうね、すごいエネルギーの、あのはい、エネルギッシュさ、すごい感じますね。うんうんありがとうございます。 そしたらあの,その目標計画があった上えで、まあ、きのこさんの中で今、中心にあの日常でやってることとか、そこにおいての活動指針みたいなものを伺いたいんですが、はい、いかかがででしょうかそうそすね、はい、あの今はもう、キャリアコンサルティングの試験が、まず2週間後にあるので、はい、実践の例、ね、があるので、まあ、日々そのキャリアコンサルティングの実践を積み重ねて。 ブラッシュアップしているで。それも人からこう指導してもらいながらブラッシュアップしているっていうのが一つと、はいはい、そうです、ね、あとまあコーチングに関しても、あの今はそのメンターのコーチというか、まあ、指導してもらえる方をつけたりとか、はい、自分のこう心をあの保ってくれてるあの方とか、はい、そコーチをつけて、まあ、自分自身のコーチングスキルとか、あり方っていうのをブラッシュアップし続けてるっていうのが一、はい、つです。で あとは、そうですね、日々やってることですよね。はい、日々やっていること。まあ、それで言うと、すでにやっていることではありますけれども、はい、その私の中の,転勤,族の,私の中転勤族の方のお話を聞くことが、はい、これまでも多かったっていうところもある。 ありますし自分をなんかこう構成している一つのタグみたいなものだったりするので<ー>まあそういった方の支援をしていくために、まあ、コーチングでもキャリアコンサルティングでもないんですけど、まあ、そういったその<ー>私一人じゃなくてあの集団、まあ、みんなでなんか人を支援していくことってできないのかなっていうのを思って<ー>まあコミュニティを作る転勤族の方のためのキャリアを こう考えていくようなコミュニティっていうのをまあ作っているので、はい、そこに対してもっとこう多くの方にその存在を知っていただいたりだとか、はいはい、みんなでどんなコミュニティがいいのかなっての考え続けてブラッシュアップし続けるっていうことは引き続きやっていきたいなと思っているっていうところと、はいはい、あとさっきの,あの地方創生の方に関してはもうに、はい、もうなんですかねまずは模索する。 どんなことをやってる会社とか組織があるのかって今調べている最中ですし、はい、あとまあ、キャリコンの試験が終わったら、はい、あの英語をあの学びたいと思ってるので、それも、はい、あの英語のコーチをつけてあの学んでいこうかなと思っています。えー、なるほど。いろいろもう本当に取り組み始められてることが具体的にあるんですね。<laughs> そうですね。まあ、まだまだこれから <laughs> ですけど。<laughs> うんいや試験のことで頭がいっぱいですかい。そうですね、まずはそこ頑張らないといけ、ね、ない。そんなあのいろいろされてるように見えるんですけど、その中でもあのきのこさんが全部にこう通じてこう、自分が大事にしている活動指針、これ、私、なんかいつも大事にしてるなっていうことは、どういうことになりますか。そううですね私がが行う支援みたいなものが 本当にその目の前の人とか、はい、組織のためになるのかっていうのは結構考えています。はいはい、で、それがそうですね、例えば別に支援を求めてないのに支援するってまあただのなんかおせっかいというか余計なお世話になっちゃうと思うので、はい、<laughs> まあそもそもその方々は支援を求めているのかどうかっていうのもまあそうですし例えばそのコーチングの話で言うと、はい、あの安易にアドバイスすることって はい、コーチングではあまりよろしくないと言われていてでそれっていうのは最終的にはその方自身が自分で考えて行動していけるようになってほしいっていう願いもあるので、はいはい、なのでじゃあ今私が一言言った言葉とかこの質問って本当にその人のためになったのかそれは自分のエゴから来たものじゃないのかみたいなこととかは常になんか反省をしながら。 あの次につなげていくとかしやっているので、そこが本当。そうですね。その人のためとか、その解散のため、組織のためになるのかっていうのは。あの一つ一つ心がけてやってるかなと思います。なるほど。それって、あの、すごくこう、見極めが難しいところじゃないかなと思うんですけど。はい、その本当に相手のためになっているのかとか、自分が言いたいからね、言ってるんじゃないかとか。そこら辺はどんな風にきのこさんはこう、自分を顧みたり。 検証したりされてるんですかそうですすかそうねまずは、はい、その支援をした時の相手の反応かなと思っていて、はいまあ、言葉ってよりかは、はい、その人が見醸し出してる雰囲気とか表情とかに何を今感じてるのかなっていうことをまずは見る、はい、例えば言葉では「分かりました」って言っててもすごい。 いやそんな雰囲気とか <laughs> なんか違うなって思えてる雰囲気ってなんか感じるので <laughs>、はい、まあそこの時に本当はどうしたらよかったのかなっていうのを自分で考えますしあほあの聞くこともありますなんか今すごく<ー>なんですかねちょっとこう違和感を感じているように見えるんですけど、はい、今ど,どんな気持ちですかとかそれで相手がどんなことを思ってるのかっていうのを確かめに行くっていうことも、はい、まそうですしもしその方がもし嫌な気持ちになったとしても、はい 本当はそれは自分に、自分としてはその人のためになると思っているっていうこととかもあったりもするんですけど、はい、そこってやっぱりその、お相手が求めてることと自分が、なんか願ってることとかも一致してないみたいなことになってもするので、まあ、そういった時には、はい、その必要な、なんか支援を受けられるような人とか、団体をまあご紹介するってことも一つ支援の一つなのかなと思ったりもするので、はい、まあそこが、はい あいつにいると自分の願ってこう大事にしてることがどれだけまあ一致してるか、一致してないときに適切な方をとか、うん、組織をご紹介する、まあ、自分一人で抱え込もうとしないというか、自分一人なんとかしようとしないみたいなところとかは、うん、あのどうしてもしがちなので、意識するようにしています、うんえー、なるほど。いや、すごいですね。なんかその相手のための支援って一言に言いますけど、 すごくこう奥が深いんだなーっていうのを今の聞いて感じますね。本当に相手がそれを求めているのかとか。うん、<laughs> はい。うん、そうですね。いや、はい、本当になんかこう例えば今回その、はい、今回というかコミュニティを作ったことも、はい、そこに若干ひもづいていてコーチング提供してはいるんですけど 1>,、はい、まあ1時間あの何千円。 まあ、もしかしたら数万円みたいな、なんかそういった世界になるので、はい、受けたいけど受けられないとかとかやしゃったりするなと思った時に、はい、なんかこう、だそれ以外に自分でできることないのかなって思って作ったのはコミュニティだったりしていて、まあそれが単価をもう少しお休みにできますし、はい、1> 私一人じゃなくて、いろんな人との刺激とかつながりを経て変わっていくっていう姿を見ていたりするので、はい、なんかそれが、なんだろう、まあ、必ずしも自分のスキルとか、 自分の支援一つで何か変わるっていうものだけじゃないもの、はい、きっかけを作っていくってこと自体も支援になっていくのかなと思って流やってます、はいはい。なるほど。いやーすごいですねなんかきのこさんのその人と向き合う姿勢っていうのがすごく感じられるエピソードだなって今のを聞いてて思いましたねうん。一体本当に相手にとってねうどうなっていくことがいいんだろうっていうのをなんか結構包括的に見てるというか。うん はいはい、すごい素敵な姿勢態度だなってそういうふうに人が自分のことを支援してくれるっていうのはなんかすごく幸せなことだなと思いましたね、うん、<laughs> 自分のことをそこまで考えてやってくれる人がいたらうんありがとうございます。 そしたらあの今のですねきのこさんがそうやってされている活動とか夢を持つようになったきっかけとか背景について次は伺いたいんですが何かきっかけがあったんでしょうかそうですねきっかけとしては大きく2つあるかなと思っていて、はい、まず1つ目がその、ま、キャリア支援の方向性に関しては、はい、その私自身があの前の、えっと 前職の会社、新卒で入った会社を、入社3年目で、はいまあ、転勤族の主人と結婚して、はい、なんか地方に移り住んで,、はい、で、妊娠をしてみたいな状態で、はい、ライフイベントが重なったときに退職をしたっていうことが、はいまあ、きっかけかなと思っていて、はい、その時になんかこう転勤族、子供がいる地方みたいな三大 なんか、ライブイベント、みたいな感じ来たときに、この先自分どうやって仕事をしていけるのかな、自分のやりたいことやっていけるのかなとか、はい、そもそもやりたいこと何なんだっけみたいなところとか、すごく悩んだキャリア、いわゆるキャリア迷いみたいな感じになったときに、はい、なんか、あ、もう私って、なんか、 人生終わりだみたたいなところまでたで行っんすよそ、ね、<laughs> れぐらいのや <laughs>、うん、すんごくしんどかった時期があって、うん、まあそれが自分で自分の可能性を閉じようとした時期だったんですけど、うん、まあその時に本当にこうなんか諦めたくないっていう気持ちで少しずつ行動していった結果、うん、まあ今の自分がいるっていうのもそうだし、うん、まあそれをこう重ねていく中で 自分自身がコーチングっていうものと出会って、まあ、それを提供していく中で変わり続ける方っていうのを見たときに、はい、なんでしょう、まあ、すごく人って可能性の塊だなって感じることがあったので、まあ、そういった持ってるものをもっと発揮していくご支援がしたいなって思ったのがまあ一つですっていうところと、はい、もう一つ、まあ、地方創生みたいなところで言うと、まあ、私自身が あの香川県の小豆島っていうすごい小さな島の出身なんですけど、はい、私が生まれた時っていうのは小豆島ってそんなに有名じゃなかったというか、はい、まあ自分的にはむしろ島ん中ってこうはい、はい、なんで島の人間って感じでストックの人からはなんかいじられるみたいな感じだったんですよ、はい、自分小豆島に生まれたこと自体がなるほど田舎のものみたいな感じででもそれをうちの私の父がなんか、はい 子どもたちが将来帰ってきたいって思えるような島にしたいみたいな気持ちで、<え>前の会社、はい、アパレル系の会社だったんで辞めて、そこから企業診断士の資格を、うん、あのニートになって2年間とあの勉強して、ね。すごいお父さんですね。すごいですね。しかも35歳ぐらいで、私たちが小学校ぐらいの時の、割とお金かかるときに、会社辞めてるんですよ。ね、会社辞めて無職になって2年間、はい、企業診断士の資格勉強して、 ここから経営コンサルタントの道に入って、はい、で、えっと、ホテルの、まあ、あの経営者になるまで、やってきて、<laughs> それで、今も観光のコンサルをにずっとやってるんですけど、はい、なんかそういう過程で、はい、もうどんどん,どん島の、なんか認知が変わっていったというか、ストカーの、の言い方が変わっていって、やっぱり中にいるときは全然思わなかったんですけど、 やっぱり社会人になって外に出たりとかすると、小豆子も、え、行ったことある、すごいいいとこだよね、みたいな声とか聞いたときに、うんうん、なんかやっぱり嬉しいし、なんか今ってすごいおしゃれなしみたいな、なんか若者が来るしよみたいな感じでブランドに変わってて、えー、なんかそれがすごいなって思ったんですよ。いや、すごいですね、それ。<laughs> すごいですよ。<laughs> びっくりしちゃっただから、そうなんです。だからそれでやっぱ、はい、自分もそれ見てるから、はい、見て、 この島がどんどん変わってってのを見てるのでうん、ね、それだったらもっと日本にも可能性あるなって思うし、こんなに自分、昔の自分はこんな島って思って、もう早く出たいって思ってた島が、今や、はい、んみんなが来たいとて思う島になってるみたいなのがすごいなって思うので、うまあそういった父の姿を見てて、私もそういうふうなあの人に、まあ なんですよまあ、島だけじゃなくて、日本に何か最初,、うん、最初、最終的に恩返しできるような人態あたいなっていうのを思っているっていうのが、きっかけかもしれません、はい、へなるほど、もうリアルにでも体感されたんですね、その島に対する見え方が、どん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 人が変わっていくっていうのが。いや、本当にもうそうです、ね、う昔なんて移住者の人なんていなかったと思うんです、はいはい、ほとんどん島に移住してくる人なんて。 はい、今、本当にいろんな方が地方か、都会から島に移り住んで、はい、こっちで何か事業をされたりしる方いらっしゃったりするので、すご、はいなって、すごいな、<laughs> いな,なんかあれですね、でもお父さんのその暑さというか、初めは出発は子供が帰ってきたいって、ねはい、思える、そんな島にしたいっていう、その思いから出発して、そこまでも成し遂げてって。 いうのはなんかいやーすごいお情熱がめちゃくちゃ情熱 <laughs> 方だなと思うし、そきのこさんにあの前回に、ね、お話を伺った時もいやなんて情熱ある人ないよって思ってたんですけど、<情熱 S 1> なんかそのルーズをちょっと今,、ね、今垣間見た感じが<ー> <laughs> しましたね。そうなんですかはいそうなんそうみたいです。はいえー、なるほどありがとうございます。 そしたらあの最後にあのお聞きしたいんですけど、まあ、例えばです、ね、同じお父様のもとに育たれたとしても、まあ、子供がみんな、ね、同じキのコ,コさんのように同じことをするようになるかって言ったらそうでではなないいじゃないですかうんだかだら同じ経験をしたとしてもいろいろ行く人がいる中できのこさんは何でそういうところに応えて、まあ、お父さんの,その姿とかですねその絶望の時期ですよね。はい もう、はい、まあそこで諦めてしまうっていう人も多いと思うんですけどなんでそこからこう立ち上がっていくようなご自,自身になられたのかというそのご自身が側の背景にどんなことがあったからそのような今のきなきのこさんにつながっているなっていうふうに思われますか。うーんそうんそですね、はいう そうです、ね、なんかこう諦めなかったら結果が出るっていうことを、はい、まあ自分の中で知っているからかなと思っていて、はい、で、まあ、それは例えば、はい、その私絵を描くことがすごい好きだったんですけどちっちゃい頃、はい、で、えっと、小学校の時にあの小豆島ってオリーブが有名なんですけどへ<ー>オリーブの絵画コンクールみたいなのが夏休みの宿題として、はい、まあ選べる。はい それに出すことを選べるんですけど、はいはい、ポスター書くっていうのが。はい、で、小1からずっとそのコンクールに出し続けたんですよ。はい、あの金賞を取るために、一番いい賞を取るために毎、<laughs> 毎年毎年書いてて、はいはい、でもちろん最初って、なんか、入賞とか、はい、あの優秀賞ぐらいの感じだったんですけど、だん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 さ結果が良くなっていく。で、最終的に6年生の時に最優秀賞を取るっていうのが、はい <laughs> <laughs> 成し遂げたやっとやったぞみたいな感じになったりとかし,はい、はい、したり、まあ、そういうやっぱりこう諦めずにずっと続けたらて絶対的にあの自分は結果が出せるっていう自己白新みたいなものはやっぱりあるのかなと思うから、はい、うだから途中で諦めてる人とか見ると。 なんか諦めないでほしいな本当にそれが自分のやりたいことなんだったらとか、自分が持っているものを信じているんだったらって思うのかなっていうのは思いますし、母が、はい、あの大阪出身で、そっちでアパレルの仕事をしてたんですけど、ファッション系の。はい、そこから嫁いで島に来るっていう。 うんをまあ、経験をしていてい昔ってそんなフリーランスみたいな働き方、はい、そこまで目立たなかったんですけど、はい、やっぱりその自分のやりたいことができないっていう環境になった時に、はい、とはいえ諦めずに昔のお客様とかに回って絵を描けたりとかして、はい、でなんとか業務委託とかフリーランスで、はい、私がちっちゃい頃からずっと働き続けていた家でっていうのを見てた時に、はい なんかすごいなって思ってさ諦めないっていう,、はい、う島に来ても諦めないっていうのはありましたしそれこそ父が無職2年間無職の時に母がめちゃくちゃ稼いですご、はい頑張ってすごい <laughs> もう父と父を超える年収というかすごい私じゃ今の私でも想像できないような年収を稼いで、はいまあ、一生懸命家計をされたみたいなところを見てるのでなんかまあそれもやっぱり、まあ、自分もそういうまあ 母の姿とか見たときに、どんな環境に行っても、やっぱり諦めなければ、絶対にあの、まあ、実現できるみたいなところを見てるみたいなところも、もしかしたらあるのかもしれないし、だからあの、それを見てるから、信じてるみたいなのはあるかもしれないなと思いました。へえー、なるほど。お父さんもすごいなと思ったけど、お母さんもすごいですね。<laughs> なんか すごい <laughs> そういうなんか諦めない系なんです、はい、家族 <laughs> そうですね、諦めないっていうか、<laughs> 諦めない人たちみたいな感じなんで。なんか、でもすごく素敵なあな影響をご両親から受けられたんだなって思いましたし、その精神で今もそれがきのこさんに受け継がれてきのこさん自身がそれをこう発信してるからきのこさんがご両親から受けた影響があったようにきのこさんに出会った人。 たちっていうのがきのこさんから影響を受けて、その諦めない精神がこう脈々と。いろんな人につながっていく、うん、なんかすっごいそういう可能性を。感じるようなお話でしたね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます、えー。では最後にですね、これあの見ていただいている皆様に、あの一言メッセージいただけますか。 はい。えっ、ー、と、そうですね。なんか、諦めないっていう言葉が、すごく最後強かったなと思うんですけど、私は、どんな人にも、どんな組織にも、その人、団体にしかない良さがあり、その理想を叶えていける可能性があるっていうのは信じているので、はい、なんか そこ、そういった、なんでしょう、まあ、自社とか自分を信じてほしいなって思いますし、もし、なんか自分一人だとか、その会社一人だとかで信じきれないっていう場合は、なんか、こう、周りの人に支えてもらうとか、話を聞いてもらうっていうこともすごく有効だと思いますし、もしなんか私ができることがあったら、あの、話を聞くことであればできるかなと思うので、 いつでもご予約いただければなと思います。はい、ありがとうございました。えー、ありがとうございます。なんか本当にもう聞いてるだけで、こう励まされたり。もう心が元気になるような。はい、そんな私にとっても時間になりました。今日はきのこさん、本当に貴重なお時間、どうもありがとうございました。ありがとうございました。